状況歴、1729年版。渋川春海聖徳5年10月6日は、江戸時代前期の天文歴学者、以後騎士、浸東家。陽名は六蔵、意味名は器な字は春海、淳唱、通称は助左衛門、号は新足霊社号は土手霊社、状況歴の作成者、生は安いから、ほい、さらに、 渋川と改正した、天文分野の図、ほい春海著、円宝五年、渋川春海作の地球儀、1695年生、渋川春海作の天球儀、1697年生、共にレプリカ、江戸幕府後方の安井家、一世、安井三徹の長子として、京都市城室町に生まれた、慶安五年、父の死によって二世、 安井三哲となるが、当時13歳であったため、安井家は、和代三哲の養子、三地が継いで、三哲は、保育生を名乗った。これより、秋冬は、江戸に、春夏は、京に住んだ。そして、万治2年に21歳で幕府より六を受け、五条後に初出資、本因坊同越に黒番四目勝ちした。この後、三地、弟の地、秋ら、 産地の弟とも言われる春地などと共に五条後に出資する。遠方六年に本因坊道作が五所に任じられた際には、これに先の手合い、い上手並みとされた。数学、歴法を池玉祭に、天文歴学を岡野井限定、松田淳章に和漢の章及び、スイカ神道を山崎安斎に、土見門神道を土見門や寿司服に学んだ。 21歳の時に天体観測に基づいて中国四国地方の各地の緯度、経度を計測した。当時の日本は上岸4年に唐よりもたらされた鮮明歴を用いていた。鮮明歴はかなりの誤差が生じていた。特に月食、日食の予報が天の運行に2日も遅れていた。春海は年歳の時から、 天体を日夜観測、その結果を元にして、元の樹次歴への改歴を願い出た。ところが、遠方3年に、春海が樹次歴に基づいて算出した日食予報が失敗したことから、申請は却下された。春海は失敗の原因を研究していくうちに、太陽の運行の遅速に関わる起点が樹次歴では、当時と一致すると仮定されていたが、すでに移動していたことと、 中国と日本には、里差があり今日でいう時差が発生してしまうことに気づいた。そこで、樹事歴に通じていた、樹脂学者の中村才の協力を得ながら、自己の観測データをもとにして、樹事歴を日本向けに改良を加えて、山戸歴を作成した。春海は朝廷に、山戸歴の採用を求めたが、京都諸子大稲葉忠だし王の家臣であった谷よろしてが、春海の歴法を、 根拠のないものと非難して、樹示歴を一部修正しただけの民の大統領を採用する象徴を取り付けてしまう。これに対して春海は、里さの存在を主張して、中国の暦をそのまま採用しても決して、日本には適合しないと主張した。その後、春海は、歴道の最高責任者でもあった大福を説得して、山和歴の採用に同意させ、 三度目の状況によって、山戸歴は朝廷により採用されて、状況歴となった。これが、日本初の国産歴となる。春海の樹字歴に対する理解は、同時代の関高数よりも劣っていたという説もあるが、際のような協力者を得られたことや、五夜神道を通じた、徳川光国や大福倉有力者とのつながり、そして春海の丹念な観測の積み重ねに、裏打ちされた。 歴学理論によって、改歴の実現を可能にしたとされている。この項により、状況元年12月1日に、初代幕府天文方に250国をもって認ぜられ、御方は辞した。以降、天文方は世襲となる。以後の打ち方へも、天文の法則を当てはめて、対局の発想から、初手は天元であるべきと判断している。 漢文10年10月17日のお城語で本因坊道作との対局において実際に初手天元を打っており、これでもし負けたら一生天元には打たないと豪語した。しかしこの対局は9目の負けに終わり、それ以後初手天元を諦めることとなった。上京3年、春海は幕府の命令で京都より家族と共に江戸麻布に移り住み、 元禄2年に本所に天文台の建設が認められた。1690年、52歳の時、日本で最初の地球儀と天球儀を作った。1697年にも直径33センチメートルの地球儀を作っている。元禄5年に幕府から武士身分が認められると蓄発して、安井助左衛門と名乗り、元禄15年に渋川に改正した。 これは、先祖が、河内国渋川郡を領していたが、張間国安井郷に代わり、再び渋川の丘陵に帰ったためである。元禄十六年、天文台はさらに、駿河台に移された。著書に、天文歴学においては、日本朝約、三歴公、上京歴書、天文系統、神道においては、ぬぼこ周囲がある。また、朝鮮の、 天象列自分野の図を参考に、天象列次の図、天文分野の図という製図を表し、さらに星の位置を測定して、天文系統に示すとともに、この昔と作成した天文製造で図に表した。改歴の際に、地方時の存在を主張したように、彼は中国や西洋では地球が球体であるという考えがあることを知っており、地球儀をはじめ、天球儀、根腱儀、 百国間などの天文機器を作成している。墓所後に着難である昔委員に天文方の地位を譲ったが、聖徳5年に昔委員が子供のないまま休止すると、春海も後を追うように死去した。渋川家と天文方は、春海の弟、友明の次男慶委員が継承した。法号は、本居院東雲省通子寺。墓は、 東京都品川区の東海時代戦墓地にある。明治40年に改歴の功績によって14位が増位された。平成24年、第9回五殿堂入りが決まる。五条後は、天羅3年まで17局を務めた。神宮法納本として、伊勢の神宮の修造する江戸時代の渋川春海天文関係資料12種は、1978年6月15日付で、 国の重要文化財に一括で指定された。その後、天球儀と対をなす、地球儀一期も追加で指定を受けた。渋川春海天文関係資料12種。ありがとうございます。